ビスミルラー・ラハマニ・ラハインビスミラワッサラ・トワッサラ・マラ・ラスーリンナ・クロアンの第105章・スーラ・トゥル・フィール・ゾウ・についてご説明いたします。まずこのスーラのおー題名名称ですけれどもおアラビア語のアルフィールつまりゾウ、えーえー、動物のゾウ、えー、この語は クのアンの中でもこのスーラにしか登場しないことからこの名称がついたと思われます。それからこの,マッこのスーラの掲示された時代については真っ赤掲示となっています。このスーラが伝えようとしているその内容ですけれどもまずこのスーラですが像の年という 預言者モハンマドサンナ,ナーホンアレンヒワサルムが、まあ、生まれた年と言われていますえ西暦にすると570年頃とされているのですけれどもえその年にまさに像にまつわる、えー、その当時のアラビア半島あるいはマッカカーバ神殿に関係する非常に大きな事件が起こりました、えー、その事件に関して、えー、非常に簡潔にですねこのスーラは わずか5つのアーヤから成り立っているわけですけれどもその事件について簡潔にその描写しているというのがこのスラトルフィール蔵書の内容になりますでその一方でその造の年というに起きた事件を背景として何を伝えようかとしているかというと大きく分けて2つのメッセージがあると思われます1つ目のメッセージは 預言者イブラヒムと預言者イスマイルが真っ赤においてカーバ神殿を再建したわけですけれども、えー、その、えー、なぜ再建したかというとそれはアンナーからの命令によってカ、えーバ神殿というのはその歴史は大変古く、えー、それ以前からすでに存在太古の昔から存在していたと言われています で、その、預言者イブライムの時代には、カーバ神殿の土台の部分しか、まあ、残ってはいませんでした。それを、息子、預言者イスマイルと一緒に再建をしなさいというアンラーの命令に応じて、彼ら二人はそれを再建します。で、その再建の目的というのが、そのカーバ神殿が、まあ、それがイスラム的な視点からすると、そもそものカーバ神殿の まあ、意味であったわけなんですがこの地上におけるアンラーの唯一性主としてのあるいは神としての唯一性の象徴的な館場所として川場神殿を建てることを命じましたまたその一方で、えー、礼拝や巡礼が行われるその指針として定められたわけです そのような中で、えー、そのカーバ神殿およびその周りを取り囲む真っ赤の聖域、えー、こういった場所に対して、えー、そのそこういったその神聖なる場所を汚そうとするような者たちに対するアンラーからのお怒り、えー、そして懲罰の警告これがこのスーラが伝えようとしているメッセージのー大きなメッセージのうちの一つになります。 で、この渓谷は同時に当時の暗い種族たちにも向けられています。今申し上げた通り、カーバ神殿、それからその聖域というのはこういった意味合いがあったわけなんですけれども、当時のその預言者モハマドさんらナホアレヒマんが生まれた当時のマッカの民、あるいはアラビア半島の民のほとんどは、その預言者イブラヒムとイスマイルのメッセージからほど遠い状態にありました。 でその川場神殿のまさにその中にあるいは周りにたくさんの偶像をしつられてえてア暗乱に並べてそれらの偶像を崇拝するというようなあ行いを行っていたということで、えーまあ、ある意味その、えー、川場神殿よび真っ赤の聖域に対して、えー、ふさわしい適切なあそういったあ行動を行っていない。 ということでえまあ怪我しはあ怪我しまではしないにせよですねそれを滅ぼそうとかあそういうレベルにまでは達してはいないにしてもえ不適切なことをしていたということでえ改めてここで暗い出族たちに対するえその警告の喚起がなされますえそして2つ目のメッセージなんですがそれは、えー、このカーバ神殿そしてマッカの聖域をお守りになるのは当時蔵出族 暗い種族たちがその崇めていたあそのカーバの周りとかカーバの中とかに、えー、そのしつらえていた偶像などではなくこのカーバ神殿の本当の主であるアンナーであるという、えー、そういうメッセージですそしてそのアンナーの教えに忠実である者たちその人が預言者モハンマドサンダナーアレヒマサルムであるわけですがそしてその信徒たちそして、えー、イスラムの教え えー、そういったものを守るそういった忠実,忠実なしもべであり信、えー、徒たちに対しては彼らを害しようとするものがあったとしても必ずアンラーが彼らをお守りになるということがたとえこのスーラーの中で直接的には明示されていなかったとしても、えー、暗示的に示されています。 えー、さて、えー、このスーラはわずか五つのアーヤから成り立っていると申し上げましたがその,そのアーヤを一つ一つ見ていきたいと思います、えー、アウルビンナヒミナスシェイトニュラジンビスミンナヒブラハマニュラヒム、えー、それではアーヤの一番目ですアラムタラケイファファアラランブカビアスハービルフィール使徒よ一体あなたはあなたの主が象の仲間たちに対して どのようになさったのか知らなかったのかアヤの2番目。アラムヤジュアン・カイダ・ホン・フィ・ータドリール。彼は彼らの策略を無に着させられたのではなかったのかアヤの3番目。ワアル・サラアレイヒムトイラン・ア・バービール。 そして、彼は彼らに大群をなす鳥たちを使わされたのである。アーヤの4番目。彼らに泥土からなる石を落下させる鳥たちを。アーヤの5番目、最後のアーヤです。ファジアラカアスフィンマクール。 それで彼は彼らを食い散らかされた枯れ葉のようになさったのだ。えー、以上がスラ,コラスラトルフィール、ゾウショウの5つのアヤの説明になります、えー。ここからさらに掘り下げて、えー、少し説明をしていきたいと思います。ア、え、ヤ、ー、の1番目ですが、一体あなたはあなたの主がゾウの仲間たちにどのようにされたのか、それを知らなかったのか、というアヤです。 えここで言われてるゾウの仲間たちというのがまさにえこのゾウの都市に、えー、関連して起きた大きな事件に、えー、関わっている、えー、ものになりますゾウ、えー、の仲間たちというのは一体誰かというとこれは当時アラビア半島の南部にあるイエメン地方を、えー、イ,エイエメン地方のそのを治めていたアブラハという人物 彼が率いる、えー、その、軍勢です。で、えー、当時のイエメンは、キリスト教国であるエチオピア王国の、その、領地になっていました。ですので、アブラハは、その、総督とか、知事とかいう役割、えー、その位置づけになります。で、イエメンの統治者であったと。で、彼自身も、キリスト教徒であった。 そして彼はそのアラビア半島においてこの真っ赤のカーバ神殿というこの場所が非常に大きなプレゼンスを持っていることが気に入りませんでしたということで、えー、彼はですねそのイエメン地方のサナー今でもありますけどサナーにキリスト教の立派な大きな神殿を建設したとそれは何のためかというとカーバ神殿ではなく人々が 自分のそのサナーに建設した神殿の方に巡礼お参りをしに来させようとそのように企んだわけですでここでカーバ神殿についてさらにもう少し説明する必要があると思うんですけどカーバ神殿のその建設の経緯について先ほど少しお話をしましたそもそもは預言者イブラヒムと預言者イスマイルがそのアンラーの唯一性信仰のシンボルとして えー、その真っ赤の地に再建をしたということでしたよね。そ,れなそういった経緯はあるんですが時間の,その変遷とともにそ,のもそもそものコンセプトが形骸化してい,いってしまっていたと,ということでその本来の川バ神殿の意味とは全く真逆なことがその宗教的な観光として 行われるに至りましたこの当時の暗い種族たちは先ほど申し上げた通りにその川バ神殿の周りや中に偶像をたくさんそのしつらえていたというような状況になっておりました。で同時に預言者イブラーヒン彼がその このカーバ神殿を建築した際に、再建した際に、世界の、その全世界の人々に向かって、そこへと巡礼をしに来るようにと、アンナーから命じられ、そしてそれに応じて、実際にその呼びかけを行いました。それ以降、その全世界から、そのカーバ神殿に、えー、その巡礼をしに来る人々が、殺到したと。しかし、その巡礼という、 行自体も、えー、まさにその、まあ、だんだんと形外化していくわけです。本来予言者イブランヒムが行った形ではないものが、不純なものがだんだん入り込んできてしまった。えただしその巡礼という行自体は、えー、残り、そしてそれはイスラムへと引き継がれたわけです。ということで当時のアラブ人たち、アラビア半島の前期からアラブ人たちは あその現在イス,ラでイスラムでもあるとおり巡礼好きになると巡礼をしにマッカのカーバ神殿にやってきていたと、えー、実質上の,そのアンラを崇拝アナーだけを崇拝する一神教徒ではなかったわけなんですけれどもそのほとんどはですねただそのカーバ神殿とかマッカに対する愛情もちろん預言者イブラヒム預言者イスマイルという人たちをアラブ部族たちは自分たちの 先祖であると見なしていることでその非常に強い愛着は持っていたということでこれらの巡礼客たちカーバ神殿にもう出ようとする人たちをこのアブラハは自分の神殿へと誘致したかったわけなんですがしかしその目論見みはうまくはいかなかったとそれどころかあそのあるアラブ人はその彼が建てた サナーの神殿に対してその侮辱行為まで行ったと言われています。で、その自分の策略がうまくいかないことに、呉を煮やしたアブラハは、マッカへ進軍してカーバ神殿を壊してしまおうと、そうすれば彼らは自分の神殿にやってくるだろうというような短絡的な思いにより、その大軍からなる軍勢を進軍させます。 そしてその中に当時アラビア半島では画期的と言われた巨大な像からなる軍を率いたと言われていますこのようにしてアブラハが率いる大軍はイエメンを出てマッカーバシンでのあるマッカへと向かった形になりますそこでアーヤの2なんですが彼つまりアンラは彼らつまりアブラハが率いる 象を率いた大軍ですその軍勢の策略を無に来さ,させられたのではなかったのかと。でここでいう策略というのはもちろん第一には真っ赤の川場神殿の破壊です。それからその目論みに対してその策略に対して反抗するようなものがあればまあそういった者たちを殺害しあるいは捕虜にし奴隷化するといったようなことが彼らの策略 だったわけですがしかし、えー、それは冠水することはなかったと。えー、どういうことかというとこの、えー、イエメン地方から来た大軍クライ種族たちはあこの大きな像をたくさん引き連れた大軍に太刀打ちができないことは分かっていましたので、えー、アブラハの大軍が真っ赤の近くまで来た時に近くの山々、まあ、洞窟とか谷間に避難したと言われています。 えー、ですのでそのアブラハが率いる大軍は残されたのはただ真っ赤に入ってそして川場神殿を破壊するという彼らの目的を達成するだけだったんですがしかしいざ真っ赤に入ろうとしたあ段になって、えー、アブラハが乗っていた大きな像が、えー、その這、はいつくばったままあ歩こうとしなくなってしまったとどんなに命令をしても叩いても動かなくなってしまった。 これはもちろんアンラーからの定め、アンラーからのご命令によるものなんですけれども、こういった経緯でイエメン軍、アブラハが率いる軍勢はイエメンの方に撤退するということになります。そしてアーヤの3番目です。真っ赤についに入ることができず、イエメンへと戻る、帰途の途中ですね。 その途上でアンナーは彼らに大群からなる鳥を使わされた。そしてその一羽一羽の鳥は三つの石を携えていたと言われています。くちばしに一つ、それから両足に二つです。そしてその大群からなる鳥たちがその石を軍勢めがけて落下させ始めたと。そしてその石が当たったものは即死するか。 あるいは即死まではいかなくても、徐々に体が朽ち果てていく、崩れ落ちていく、そしてやがて死んでしまうという、そういった非常に厳しい、そういった罰に襲われたわけです。このような形で、このアブラハ軍、アブラハが率いるイエメン軍は崩壊してしまった、敗北してしまった。アブラハももちろん、イエメンに着いた頃には、 つくことができたかどうかというのはちょっと確証はないんですけれども彼もまた体が朽ち果てていって死んでしまったと言われていますこのようにしてイエメン軍アブラハが率いるイエメン軍は彼らのその目論みであるカーバ神殿を破壊するという目的を達成することのないままその全滅してしまったと。 そういった状態になってしまった。というのが大きな訓戒として、このスラトルフィール、増床の中で描写されています。そしてこのことは、冒頭で申し上げた通りですね、当時のこのアブラハが率いる軍勢だけに向けられたものかというと、そういうわけでもなく普遍的なメッセージを含んでいます。それはすべてのカーバシンデやマッカや、あるいはイスラムの宗教、 そしてその信徒たち、えー、彼らそれらに対して、えー、何か悪意を持って滅ぼそうとする害を与えようとする者たちは決して成功しないということそれとは逆にイスラームそしてそのシンボルであるカーバ神殿や聖域やその他のもろもろの物事そういったものを大事に守り忠実であるような信仰者たちは必ず 彼らを害し,と害しようとする敵から守られるという、どんな場所や時代においても、そのメッセージは普遍的に残るという、そういったものがこのスーラから理解することができます。それでは以上で、スーラトルフィール、クロアンの第105章、増章の説明を終えたいと思います。 صدق الله العظيم